はい、月が変わりまして5月になりました。5月3日の朝5時48分の相場解説になります。今月はですね、どんな展開になるのか、デイリーではなくてね、マンスリーか、月足から見ていこうかと思います。では4月を振り返りながらちょっと見ていきましょうかね。こちらです。これが月次報告なんですけども、1本が1ヶ月になってます。その中でもですね、注目したいのはここなんですよ。この辺りをクローズアップしますんで、ちょっと振り返ってみましょう。クローズアップしたのがこれになります。ですね、見てわかるように、まずはトランプさんが政権を握った時はこうですよね。でバイデンさんに代わってからというものを3ヶ月間こういうふうに上に上がってきました。で現在下ひげを出しながらの陰線がここにあるという形になってます。これが全体像ですよね。で、次がね、これが週足なんですけども、トランプさんがずっとやってた時とバイデンさんに代わってこういう風になってきたと。そして最近ではセルセルセルで言ってたんですけども、ここに来てね、大きな陽線を出してきました。さあ高値圏に着いた時に、こうですよ、高値圏に着いた時にヘッド&ショルダーを出して下の方に行くって言ったんですけども、どうも行かないみたいですね。ですんで、そのヘッド&ショルダーの呪縛から逃れて、今回からですね、ここは高値圏じゃないと、もうちょっと高値圏はこの辺ですよっていう風な視点を持ちながらやっていかないといけないかなと思います。ですんでこれからチャートは高値圏に向かっていくっていう風な考え方を強く持っていかないといけないかなってことですね。で次なんですけども、次がこちらですかね。これがデイリーになります。ほらヘッド&ショルダーの呪縛から逃れるって言いましたけども、この図ではここが高値圏なんですよ。でもこの高値圏、ヘッド&ショルダーを出しそうで出さないかもしれないですね。今ネックラインが来てますんで、ここを抜けて上の方に行くようでしたら、もうあのヘッド&ショルダー忘れましょう。でここで跳ね返って下に行くようだったら、ヘッド&ショルダーをやっぱり意識しないといけないです。次は右肩下がりのヘッド&ショルダーなんで、この辺りを破るかどうかってところに視点が移ってきます。ここに注目していくのが今週のやっぱり山場ですよね。で4時間を見てみますね。4時間を見ると、下落したものが上昇に向かってどんどん上の方に向かっている勢いを感じます。最初のポイントはここですね。ここを超えればヘッド&ショルダーはもう完全に打ち破って上昇傾向に行くということです。 V の字を全体で書いてますよね。でもここで跳ね返るようでしたらヘッド&ショルダーの恐れがあるので、今度はここを突き破るかどうかを見なくてはいけないということを先ほどから申し上げているところですね。最後1時間なんですけども、1時間だけ見ると完全なる右肩上がりです。安値切り上げ、高値切り上げでどん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 上昇していくところが見て伺えます。ですんで、そうですね、まあ基本的にはあれじゃないですかね、上昇していくんじゃないですかね。ここからね、ヘッド&ショルダーはまあ最後まで疑念は晴れないんですけども、私はこの時点で7、8割型ヘッド&ショルダーはもうないと思ってます。ですんでこれからもうちょっとエントリーポイントを探さないといけないんですけども、バイの方に向かっていくっていうふうに考えてますね。ですんでバイデンさんがもう3ヶ月ぐらいね、トランプさんから変わってずっとバイの方に向かっていったんですけども、一旦押し目を作ってやっぱりバイの方向に全体としては向かっていくんじゃないかなと。そしてひいてはこれがバイデン政権の、まあ、方針になっていくんではないかなというふうに思っております。本日のところは以上ですね。それではまたしっかりと見ていきましょう。まだねちょっとね、エントリーするかどうかってところは判断がつかないんで、今日お話したエントリーポイント、ここまで待ちましょう。お待たせします。